道山駅は、大韓民国ソウル特別市営東北道山道6、外に位置する、ソウル交通公社とソウルシメトロ9号線の駅。ホームは3階にあり、相対式ホーム2面2線を有する。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口に通じる階段は、ホーム片面につき3カ所、エレベーターは、ホーム片面につき合成よりに1カ所ある。改札口は、 英東北町側と合成側の2カ所あり、切符売り場はそれぞれ設けてある。出口は1から6番まであり、英東北町側の改札口は1.25.6番出口とつながっており、合成側の改札口は3.24出口とつながっている。化粧室は改札内に1カ所ある。9号線とは長さ48メートル、高さ24メートルのエスカレーターによって、 接続されている。乗り場ホームは地下3階にあり、島式ホーム一面2線を有する。フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。ホームに吹き抜けを設けている。ホーム専用島より、中ほど国会議事堂に改札口及び2号線との連絡通路に通じる階段が1箇所ずつあり、エレベーターはホーム専用島よりに1基ある。改札口は地下1階と、 地下2階にそれぞれ1箇所ずつあり、切符売り場はそれぞれ設けてある。出口は7から13番の7箇所あり、地下1階の改札口は7.10から13番出口とつながっており、地下2階の改札口は8.9番出口とつながっている。化粧室は改札内地下1階と地下2階にそれぞれ1箇所ずつある。2号線との連絡通路は地下2階にある。 戦術の通り長さ48メートル、高さ24メートルのエスカレーターによって接続されている。乗り場近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。なお、9号線の2009年は開業日の7月24日から12月31日までの161日間の平均である。駅は観光にかかる。 道山鉄橋の南にあり、周辺には住宅街が広がっている。観光に沿って公園が整備されており、駅付近から西北側にかけての川辺に観光市民公園、専有島公園がある。また、東南方向に南寺島がある。2005年2号線のホーム98、アーカイブド2016年3月4日、アットザウェーバックマシン9。ありがとうございます。